はい、これは ED75 型の、電気機関車というものですね。でこれは1963年に常磐線が白井駅まで交流電化開業するのに従い、それまで ED71 型の後継車として用途な運用に努めるため、補強性を重視して設計された機関車である。で導入開始以来、当初構造の東北常磐地区のほか北海道や九州にも導入され、事実上の標準型として1976年まで320両が製造された。特急列車から一般貨物列車まで幅広く運用されたが、1980年代以降は EF81 型の運用を抑え合い、旅行客車列車や貨物列車の激減、普通客車列車の電気車化、非道化などによって運用が減少し、 JR 移転後には初期車を中心に大量の廃車が発生した。その直後を廃車となった一部の車両が日本貨物鉄道 JR 貨物の運送量増大に対応するため、車席を保有し運用ができたが、その後は EH500 型の増加によって、打倒が進み、 JR 貨物では全車両が、まあ、廃車されたという車ですね。車というか電車ですね。それが国鉄の ED75 型の電気機関車という形になったんですけども、まあ、なかなかこの手のね、電気機関車も、今では珍しい、ものになっていまして、当時通常販売として、売られていた、電気機関車たちですね。まあ、なかなかこの電気機関車もね、非常にいいなといった感じで、よくできているね、車です。車じゃない、電車ですね。車じゃないのかいというツッコミがあるんですから、電車なんですね。でこういうふうに日本製でして、なかなかこういうね、前の形とかがやっぱ気に入ってるところで、電車はあんまり詳しくはないんですけども、全く興味がないかというと、まあ、そうでもないので、なかなかこれでの車というのも、非常にね、いいなというふうに、思うね、車に仕上がって、電車に仕上がっていて、この形といい、このすっとぼけた顔といい、なかなかね、愛着のあるデザインではないかなと思います。どうもありがとうございました。